本日は Web オープンキャンパスに参加してくださり、大変にありがとうございます。こちらの動画では、学園生の皆さんと学園生活のリアルについてディスカッションをしていきたいと思っております。ナビゲーターを務めます、創価高校で教員をしております、吉澤と申します。そして、本日ともに参加してくれる一人目は、佐藤くんです。はい、よろしくお願いします。はい。そして2人目は鈴木さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。最初に2人に簡単な自己紹介をお願いできればと思います。まず佐藤くん、お願いします。はい、佐藤です。部活は男子陸上部に入っています。趣味はサッカー観戦をすることで、海外のサッカーの試合を朝早く起きて見ることもあります。また、長期休みには友達を集めて、フットサルを開催しています。以上です。よろしくお願いします。鈴木と言います。部活は女子バドミントン部に入っています。趣味はネイルをすることです。今の長期休業中にもネイルチップを作ったりしています。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、いくつかの質問に答えていきたいと思います。まずいただいております最初の質問です。私は今受験校を決めるのに迷っています。皆さんは何がきっかけで学園を目指そうと思いましたか？という質問をいただいております。鈴木さんは創価高校、受験で合格をされてますよね。はい。はい、いかがでしょうか？はい。私の本当に最初のきっかけっていうのは、創価中学校に不合格だったことが本当に悔しくって、もう絶対創価高校に受かってやるっていう思いだけだったと思います。でも、高校のことを考えていく中で、英語に特化したところに行きたいっていうのと、一生涯の友情を築きたいという高校を選択するにあたっての2つの軸が私の中でできました。その後、中学3年生の夏にはスーパーグローバルハイスクールに認定されている県立の高校と創価高校の2択になりました。私の姉が学園に通っていた影響もあって、学園生ならではの情報も参考にしながら、どちらの学校の学園祭やオープンキャンパスにも実際に行って、最後は自分が素直に行きたいと思った創価高校に決めました。ああ、そんなきっかけがあったんですね。はい、はい、佐藤くんは学園を目指そうと思ったきっかけ、何かありますか？はい、僕は創価中学校から学園に通っています。中学を目指すきっかけになったのは、周りの人からの勧めもありましたが、一番は、学園のオープンキャンパスに行った時に、学園の先輩方の姿を見て、僕もこのような姿になりたいと思って、受験を、しようと決めました。また尊敬する創立者池田先生が作られた学校だったからです。受験勉強で大変だった時も、創立者の本などを読み、勇気をもらうことができ、最後まで頑張ることができました。そうだったんですね。ありがとうございます。はい、では続きまして、次の質問に移りたいと思います。創価高校に入学したいと思っていますが、入学した後勉強についていけるかが不安もあります。どのように日々勉強されていますか？という質問です。多くの方から受ける質問の一つですよね。はい、それではまず佐藤くん、お願いします。はい、高校に入ってからは勉強がとても難しく、中学までの勉強方法では間に合わないと感じたので、部活が休みの土日を利用して予習に力を入れました。また2年生に上がった時期からは、平日も毎日1時間は自他学習に取り組むようにしています。なので、僕の経験から言えることは、毎日コツコツ勉強する癖をつけることだと思います。毎日10分でもいいので勉強することが大切だと思います。なるほど、勉強をこう習慣化していくっていうこと、とても大切なことですよね。はい、では鈴木さんはいかがでしょうか？はい、それぞれに合った勉強法が必ずあると思うので、あくまでも私に合った勉強法ですが、授業を大切にするっていうことが一番だと思っています。この授業を有意義なものにするために、私は予習をすることと隙間時間を有効活用することを心がけています。高校1年生の時に自分に合った勉強法が最後までわからなくって、もう当時は教科によって恐ろしい点数を何度も取っていました。その中で、なんでなんだろうって原因を考えていくと、
例えば私の苦手な数学では授業内でその日の範囲を理解しきることがほとんどありませんでした。授業の時間を有意義に使えるようにしたいって思った時に予習を始めようと決めて、2年生では行きの電車や朝の時間の隙間時間を使って予習をしていました。また教科ステーションという教科ごとに先生方がいらっしゃるところに行って、ほぼマンツーマンで教えていただくこともあります。そうすると毎回の授業に対する心の余裕が生まれて、友達に教えることができたり、また先生に聞く質問も応用の問題について聞くことができたり、授業の時間をとても有意義に使えるようになりました。また授業の理解を深められると、家での課題も短時間で終えることができるようになって、家に帰ってからの限られた時間もうまく使えるようになりました。そうですか。この授業を、ね、大切にしていくっていうところ、ぜひ受験生の皆さんにも、ね、実践していただきたいところですね。はい、では続きましての、質問に移ります。僕の家は学園から遠いため通学に時間がかかります。通学の大変さに慣れていかれるかどうか心配です、という質問をいただきました。はい、ということで佐藤くん、この質問いかがでしょうか。はい、僕は中学1年生から高校1年生までの4年間、片道約2時間半、往復約6時間の長距離通学をしていました。通い始めた当初は、とても大変でしたが、それ以上に学園生活が楽しく、休みたいと思ったことは一回もありませんでした。通学に慣れてからは、電車の中では、勉強をしたり、読書をしたり、自分を見つめ直す時間を作ることができ、とてもいい時間に変えることができました。また、電車の窓から眺めることができる、四季折々の自然にとても心を落ち着かせることもできました。長距離通学は、僕にとって自分を鍛える時間でもあり、巻き魂を培うとても貴重な時間となりました。そうですか。このね、時間の有効化というところで挑戦しつつ通学してくれているんですね。はい、では鈴木さん、いかがですか。はい、私は通学に片道1時間半程度かかるのですが、できるだけ早い電車に乗って余裕を持って学校に行くようにしています。どの時間でも混雑をしているのは変わらないと思うんですけど、比較的静かな朝のうちに学校に行くことによって、多い時で約1時間確保できて、その時間を座って勉強や睡眠に充てることができるからです。また主に行きの電車では通学の予習をしたり読書、また座れたら私は寝ます帰りの電車は気づいたらほぼ寝ているんですけど、元気がある時には家に帰ってからのスケジュールを手帳に記入したり復習をしたりしています。そうですか。やはり2人とも時間を有効的に使いつつ、また睡眠も取りつつ、うまく調整しながら使っているんですね。はい、ありがとうございます。では、早いもので最後の質問となってしまいましたが、紹介をしたいと思います。創価高校に入りたいけれど周りが知らない子ばかりで友達ができるか不安です。友達はすぐにできましたか、という質問をいただいております。それでは順番を今度は逆にして鈴木さんから答えを聞きたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、私はできました。初めは小学校からまた中学校から学園に通っていることを本当に仲良くできるのかなとか、もうグループ化されちゃって自分はその中に入れないんじゃないかなとかっていう不安が本当にたくさんあったんですけど、もう今はそんなの関係なく仲良くできています。また学園生と聞くと、こうみんながキラキラして見えたり、またみんなが創立者を求めているんだろうなっていうイメージを持たれる方もたくさんいらっしゃると思います。私もその一人でした。でも学園に実際入学してみると、いろんな人がいるんだなということに気づくとともに、また中身がみんな本当に個性あふれる人しかいないので、学園時代に自分に合ったかけがえのない友達に出会えると思います。そうですか。この一生涯の、ね、仲間を作るっていうところで本当にこう恵まれたこの学園生活だなというふうに思いますよね。はい、はい、では佐藤くん、いかがですか。はい、僕も学園に入る前までは知らない人たちの中で友達が作れるか不安はありました。でも学園に入ってみると、気の合う友達や信頼する仲間、また尊敬する先輩後輩、多くの仲間を作ることができました。今まで関わってきた全ての友達が大切で、これからの一生涯の友情だと言い切れます。それくらい一生涯の友情を作れるのがこの創価学園だと僕は思います。
そうですか。このどんな時もこう励まし抜けるっていう仲間ができる、そんな場所が創価学園なんですね。はい、ということで、今回質問を寄せてくださった皆様、本当にありがとうございました。時間の関係上、すべての質問にはお答えする時間がありませんでしたが、創価高校入試係まで、お問い合わせをいただけましたら、また個別の質問にもお答えをさせていただきます。それでは最後に、佐藤くん、鈴木さん、それぞれに学園に入っての感想と、学園を目指そうと思ってくださっている皆さんへのメッセージをお願いできたらと思います。はい、僕は本当に入ってよかったなと心の底から思える学校だと思います。先輩後輩の中はもちろん、一生涯の友情を築くことができます。また年間行事を通して人間性も育まれ、心身ともに大成長できる学園生活です。僕も中学校から5年間学園に通っていますが、その中でいろいろな経験をさせてもらうことができ、とても大成長することができました。そして日々の学園生活を通して自分の長所も見つけることができ、今ではその長所を生かして将来の職業に就きたいと思っています。本当に充実した学園生活を送ることができるので、ぜひ学園を目指して頑張ってください。そして最高の仲間と一緒に最高の学園生活を過ごしてほしいと思います。ありがとうございます。はい、私は学園に入って今までの自分の考え方がガラリと変わりました。それは出会う学園生や先生方がみんな刺激的で、自分を見直すきっかけをたくさん作ってくださったからだと思っています。そして一生涯の友情を築くことができる学校だと心から思います。これはどの学校にも勝るところなのかなと私は思っています。今なかなか先の見えない日々で、受験生の皆さんは特にこれからの進路決定に不安を抱いている方もたくさんいらっしゃると思います。でも今の勉強や取り組んでることっていうのは絶対自分のもとに皆さんのパワーとなって帰ってくると思います。なので体調に気をつけながら自分のペースで頑張っていてください。私も頑張ります。はい、お二人とも本当にありがとうございました。この動画が皆さんに学園を知っていただく一つのきっかけになったら、また皆さんが学園を目指す上での後押しになったら幸いです。学園生、そして教職員ともに皆さんと創価学園で学べるのを楽しみにしております。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひお会いしましょう。ありがとうございました。